あの、例えば真夏に沖縄なんかに旅行した時に感じる暑さっていうのはちょっと特別で、こう、なんか押し潰されるようなね、えー、まあ最近、あの、そういうところに行ってないですけれど、えー、若い頃に結構立て続けに沖縄を何度も訪問したことがあったんですけど、えー、もうなんて言うんでしょう、上からこう、ズンと来るような、 暑さを経験しましまたこれは東京あるいはその近辺ではちょっと味わえない暑さだなと思った記憶があるんですがそれに近いものを今日本のかなり広い範囲で皆さんおそらく外に出,出ざるを得ない方に関して言うと感じていらっしゃるんじゃないかなという気がします。やっぱり子供の頃 33度になったっていうのをすごく大変なことが起こったっていうふうに感じた記憶があるんですね。で、30度を超えるともう暑いっていうふうに感じていた、そういう記憶なんですよ。あの、まあ、記憶ですから、正確じゃないかもしれませんけれど、えー、今、普通に35とか行っちゃうわけで、あの、東京が35とか って言っても東京にいるあの私の周りが35かどうかは分かんないもっと高いかもしれないわけですね、まあ、いろんな要因がある天候そのものの,その波もあるでしょうし、えーまあ、建物の中に入,入るとか、まあ、いろんな理由で下がったりあるいは上がったりするということがあるんであの本当に気をつけなきゃいけないんですが。あの いわゆる異常気象の話というのはまあ何て言うんでしょうその年々にいろいろあって平年まあ平年というのは30年の平均のようですけど近畿の30年の平均よりも高いちょっと高すぎるよっていう時にまあ異常気象ってことになったりするんでしょうけどまあそれちょっと概念が違うのかもしれませんが。 そのいろいろその温度に波があるだろうなっていうのはこれはまあ見当がつきますよねでも今度の波は一本調しっていうか、えー、ずっと熱い方にシフトするでこれは世界的に言えることのようですよね。あのいわゆる地球温暖化のによって う生じる異常気象というのが単にその夏が前よりも暑くなるということじゃなくてむしろ寒くなることもあるんだとつまり気象現象がより激しく出てくる程度の著しいものとして気象現象が起こるそういうふうに捉えていたんですけれどこの夏の暑さの異常さっていうのを考えるとえ このまんま本当に熱い、えー、熱い星になっていってしまうんじゃないかなっていう、えー、恐怖を感じます。あのー、昔ね、名取優子さん主演の映画で、吉原炎上というのがありましたけど、えー、それになぞらえて言わせていただくと、地球炎上っていう状態、えー、カナダとか、あるいはスペイン、ギリシャ、 からかつてはちょっと前はオーストラリア、えー、そういうところで山火事がまあ頻発していて、まあスペインとかあっちの方では、えー、あれスペインでしたっけねあのギリシギリシャの方だったかなあの飛行機があの墜落したりしてますねあの湖にこう着水して水を溜め込んでで。えー 山火事のところにもあの水をまあ上からぶっかけに行くっていうそういうまあ消防用の飛行機がありますけれどあれ今,今度は墜落したやつってなんか2トンぐらいしか水を詰めないっていうことなんで効率が悪い、まあ、あの日本製のもっといい飛行機があるんですけど、まあ、それを持っていく余裕もないのかもしれませんが。 そんなことが世界中で、まあ、起こっていてで、まあ、いわゆるね温暖化関係の学者の皆さんはなかなか言ってることが信じてもらえないで、えー、まあ悲壮な覚悟でいろんな論文を書いたり調査をしたり実験をしたりいろんなことをされてたんだと思いますがちょっとここのところその、まあ、代表格でもある、まあ、ある学者の先生が、まあ、東大の先生ですけど。 えー、テレビでねこの問題点いでしゃべってるのをちょっと見ましたけどちょっとねなんか諦め顔なんだよねもうダメじゃないかっていうダメというのは、えー、つまり人間の努力によってはもう、えー、地球温暖化の問題は回避できないところまで、えー、温暖化が更新してしまって、えー、引き戻せない、えー、連鎖反応が起こって、えー まあ次々とその過程の中では、まあ、北極の通りは溶けるとかあるいはその前に、えーまあ、主にロシアになるかと思いますけれども永久凍土地帯があ溶けて、えー、メタンガスが大量に発生して空気中に出るこれの温暖化効果がすさまじくて、えー、大変な勢いで、えー、地球の温度が上がっていってしまうと。<laughs> あのフロンの時にねフロンの問題がいろいろ出た時に、えー、いわゆる温室効果というやつ地球全体を、まあ、いわばその時はフロンですけれどもフロンのガスによって蓋をしてしまう、えー、太陽からの光は届くんだけれども上に逃げていかないということで、えーまあ、いろいろ、まあ、問題になったわけですね。オゾンホールなんていう いう話もありましたそれがメタンガスが大量にこう空気中に出てくることによってもっともっと激しく起こるという、まあ、どうもね本当になんか非常にその誠実な先生だと思うんだけどその非常にひたむきにいろんなことを説いておられた方が。 なんとなくもう無理かなっていう感じでちょっと悲しそうな顔をして喋っておられるのを見てこちらは恐ろしくなりました、うん、あの特に日本の政府がこの間やってきたことっていうのはまあ GX ってやつですかだってさ石炭火力すぐにやめないんだよね もうそれだけで日本は世界の笑いものになっている、うん、それを対策だと強弁している、うん、まあその国のに生まれた学者としてはとってもつらいだろうですねあのもちろんそれはあの我々にとってつらいんで、えーまあ、一般のメディアもあの取り上げてはいますけれども、えーまあ、どこまで 深刻な問題としてて取り上げることができているかということは、まあ、問われ続けなければいけないでしょうまあそれも連鎖反応が起こるまでのことかもしれませんがえっ、ー、ともう少しスパンの短い話をさせていただきますえっ、ー、と例のクラスター弾の話ありましたですね アメリカ軍、アメリカがウクライナに対してクラスター弾という、まあ、類の砲弾を供与してそれがすでに使われ始めていると、でこれはアメリカや中国などは、ウクライナももちろんロシアも加盟していませんけれど加入していないですけれど、えー、クラスターの禁止条約というのがあって、 製造保有使用をすべて禁止するとあのもちろん何がクラスター弾かということについていろんな定義がありますのでそうその何てうんでしょう一般にクラスター弾と言われているものだけを考えればいいということではないのかもしれないんですがそれはちょっと置いとくとしましてそういう、まあ、2016年でしたかね えー、ちょうど7年前ぐらいに、えー、発行したあ条約です。でどういうことかっていうとクラスター弾というのはまあ親子の大きな砲弾なんですけどもその中に小さな小爆弾が数百個入っていて。 えー、砲弾は途中で分解して、その小さな砲弾をばらまくと。いうやり方ですね。あの榴弾、今度、今度。あの、届い、あの、アメリカ軍、アメリカが供与したのは。えー、榴弾砲という。まあ、あものの。クラスター弾。あの、よく飛行機からね、あの落とす爆弾で、そういう。 まあ構造になっているものももちろんたくさんあるわけですけれどもでこ,れをこれの問題はどこにあるかというと、えー、不発弾の多さだということなんですねでこの不発弾に関してはいろいろ,いろ,いろあって、えー、だいぶ以前ですけれどもあの新聞記者の方が取材の記念に持ち帰って とした小爆弾これが空港で爆発して空港の職員が1人亡くなるっていう大変な事故が起こったことがありましたけれどもえまあそれはあのいい大人だったわけですがえ子どもが例えばおもちゃと勘違いして触っていて爆発するとかえーまあ30%から40%ぐらい実は爆発しない。 でその辺に転がってしまうということがあ,ありうるとまあアメリカ軍の場合にはその不発弾率はもっとぐっと少なくできるというふうに言ってるんですけどもそれはまあ本当かどうかよくわからないでこれあのなんていうか軍事関係の人に言わせると榴弾砲というのは、えー、点で、えーまあ、勝負するわけですね。 相手の兵隊がたくさんいるところに榴弾砲を一発ぶち込むとそのすぐ近くで近くにいる兵隊の体に、えー、まあ榴弾砲の破片があ突き刺さって命を奪うと、まあ、あるいは戦闘力を奪うということなわけですけれどもこれはあのまあぼかすか撃ってるわけですけれどえー そのひ、なんていうんですか、被害のエリアっていうのは、そう広いわけではない。クラスター爆弾っていうのは、相手がこう、散開してる時にでも、その上空で、えー、ばらまいて、えー、くとかなり広い範囲の中に、その小爆弾から飛び出した、えー、破片や、あるいは鉄球っていうこともありえますけれど、そういうものが、 四方方八に飛びまくるわけですねいっぺんにこれで、えーまあ、軍事用語でいうとこの,その面の制圧を実現するということのようです。でまあこれの非人道性っていうことではなくむしろその不発弾ということがまあ問題になるんだと思いますけれども、えー、それをまあウクライナ軍が使うことに関して、えー まあ批判、まあ、イギリスなんかはかなり批判したようですけれどもおいうこともあったで、えー、なんだロシア軍の,その侵略者に関していろいろ言っておいてウクライナ軍まで、あのー、汚い手を使うじゃないかっていうふうなねあの劣化ウランダの問題と合わせて、えー、ウクライナ批判に使われたりしてるわけですけれども。でえー、それに関して私は それは違うんじゃないかというふうにこの前ちょっと申し上げたことがあります。であの実はクラスター弾っていうふうに聞くと私にはちょっと思い出すことがあってこれねネット上でもこういうこれに関しての状況はないんだけどあのベトナム戦争の頃に 米軍がが使ったこういうい爆弾があるんですよで、まあ、当時は親子爆弾とか収束爆弾とかいう言い方はしたんですが形状を捉えて、えー、ボール爆弾っていうふうに、まあ、まん丸いボールみたいなものなです、ねえー、が一つそれがあのたくさん飛び出してくるってことなんですけどもう一つはパイナップル爆弾っていうのがあったんですよ。パイナップルのように ヒレみたいなのがついていてで小さなパイナップルみたいなのがたくさん出てくるんですねやっぱり。でこれ今ねパイナップル爆弾っていうとこれ違うもののことを指す言葉になっていてもう手榴弾のことになっちゃってて、えー、まあもちろんそ,それはそれでパイナップルみたいな格好してますからね手榴弾っていうのはあのその通りだとは思うんですけれど。 あの。それに関して、まあ、米軍が使ったことによって。まあ、あの、いわゆるかなり強く批判された、ことでした。まあ、考えてみると、まあ、米軍は最大時五十二万でしたかね。の、軍隊を。ベトナムに派遣して。 まさに侵略者はアメリカだったわけですけれどでこのその時にまあ一つは例えばナパーム弾のようなものの利用であるとかあですねあ,のあるいはこの収束爆弾これはもう例えば。うん 民族解放戦線の兵士たちが参加しているところにこれを落として一網大事にするとか、えー、まあとにかく米軍は5万人死者がありましたけれど5万人亡くなってますけど米兵は、えー、ベトナム人の死者は200万人と言われてますんで、えー、まあ殺しまくったと。えー まあ、いろんなことがありました村民村未来地区の大,大虐殺とかですね6百0数十人の、えーまあ、基本的に女性や子どもをまあ撃ち殺すっていうことがありました、まあ、そういう、まあ、まさに侵略者として、えー、米軍がベトナムで使用した この爆弾っていうのがクラスター爆弾の意味だったと思っているんです。で今回ウクライナ軍がこれをどのように使うかということについてはもうなんか記録どこに使ったかについての記録を残すとかからもちろんウクライナの国内でしか使わない。 まあさらに住民が残っているような都市部では使わないというまあいろんな条件を経てまあ条件をそのクリアして使用するということで現に使っているようなんですけれどもこれ全く意味が違うわけですね。あのもちろんクラスター クラスター弾が素晴らしい兵器だなんて言うつもりもないですけれどもしかしこれだけ激しい侵略を受けていて今総反攻がそううまくいってない中でロシア軍の陣地であるとかあるいは塹壕こういったものを除去して占領地を解放するという。 まあ戦いに関してはそれに使われる爆弾というのとそれからまあ現に開戦してかなり早い時期からロシア軍がクラスター弾を使っているというふうに言われていますロシア軍のクラスター弾は不発弾の率が非常に高いと言われてますけれども。 侵略者の側は使っているわけですねこれを条約で禁止される、まあ、そういう国があるぐらいのものをウクライナ軍は使うべきではないというふうな言い方で非難するのは全く当たらないというふうに私は思います。でアメリカがこれを供与した理由というのは。 あのまあいろんな条件下で使うだろうということとともにこれよく考えてみるとあの,、F、の代わりなんですよ、ね、えー、まああの攻めていく側というのは、まあ、被害が一般に大きいと言われますが特に航空支援がない場合には。 非常にあの攻めていくのが難しくなるというのが現代の戦争の常識と言われてますね。えーまあ、F16 はあ戦闘機ですけれども戦闘爆撃機という,う位置づけができる飛行機ですから、うん、それが制、まあ、空権を制、まあ、空権ないしは航空優勢を、えー、取ってそして、えー ロシア軍陣地に対して、えー、空爆を加えた上で、えー、ウクライナ軍の陸軍が攻め込んでいくということを多分イメージしていたでその F16 って簡単に供与できないものなので、まあ、いろんなパイロットの訓練とか今そういうことをやってるようですがそれに代わるものとして、えー、クラスター弾というのは、まあ、ウクライナ軍が 自国の非占領地を解放していく上で非常に重要な兵器というふうにまあおそらくアメリカ軍は考えたんじゃないかと、まあ、アメリカが向かうウクライナもそう考えたということではないかと思います。この種の種話をこうやっていくときに まあ人道的な兵器ってあるんだろうかっていつもね、考えるんです。自動小銃は人道的でしょうか。まあクラスター弾というのは、あの、そのうーんと果ての方に核兵器があるっていう見方もまあ可能ですよね。まあつまりその辺にいる人みんなあの巻き添えになるわけですよ。もし市民がいるところで使えばね。不特定多数、 の人たちに被害が及ぶような兵器、まあその極地は核兵器で,ですけれど、えー、まああるいは大型爆弾なんていうのもねその類になるかもしれません、まあそういう意味で今ロシア軍は何をどういうことを使っているかっていうとクラスター爆弾がその一つそれからサーモバリック弾というもの一つこれは。 えーまあ、燃料気化爆弾とも言われますけど、えー、中であのなんてあの衝撃波がこうバーッと続,続くような映像、まあ、もしご覧になった方がいればあの覚えておられると思うんですけれど、えー、その、まあ、ある一定の中に一定のエリアにいる人たちが、えーまあ、人,人に限らずですけれども生き物がまあ 呼吸困難になな、ってしまうようなそういうよそい爆弾ですね。これまさに不特定多数そこら中にいる人たちを巻き添えにするための爆弾ですよ。からもう一つあるのはえー、っと名前どういうふうに言い方したかあのマグネシウム燃やすやすですね <laughs> 焼夷弾。 名前を今ちょっとど忘れしておりますけれどあの最初白リン弾ではないかと言われた、まあ、白リン弾も同じような意味のものですけれど、えーまあ、2,000度ぐらいの温度で上空から物が燃えながら落ちてくる、まあ、焼夷弾ですね。えー、辺り一面を焼き払うための これもまさに不特定多数を攻撃するための兵器こういうものをロシアはあのまさに侵略者はある意味堂々と使っているわけです、ねえーまあその辺のことをぜひお考えいただきたいというふうに思います、えー、はい、うん、そうですね えっと温暖化の話じゃなくて今の話の方を、えー、次のメールマガの方に、えー、搭載したいというふうに思います、えー、まあ温暖化の話はねあの正直、えーまあ、不勉強でもあるんでしかしあの今日ご紹介する 本会議プレーバックで和田春樹さんがやっぱり戦争してる場合じゃなくてあの温暖化の問題とか本当にやんなきゃいけないんだけどっていうふうなことも言われてましたけれどそういう馬鹿でかい問題として立ち会われてきてしまったなという気がしておりますがまああの明日あさって。 配信予定のメールも今、下に出てますけど、マグマグさんから出させていただいております、ウッチージャーナルとウッチージャーナルデラックス、こちらの方に一部反映をさせたいと思いますので、そちらの方も楽しみにしていてください。<coughs> ということで、えー、いいですかね、本日の1曲目と、あら、はい、ジ、え、ョーパスで、 stera by starlight